ちょっとまだ？グラスが空なんだけど。もみじはおしゃべりに忙しく、補充も片付けも私一人で行っていた。さすがにあれもこれもは間に合わず、もみじに手伝うように頼む。なんで私が？私はホストなのよ。ここを離れるわけにはいかないの。どうせ家で落書きしたりミシン触ってるだけでしょ。ちょっとは役に立ってよ。その言葉にゲストたちがざわつく。私はお騒がせしましたと謝りながらキッチンへと向かう。あの人にこんなことして平気？何が？どれババアよ。わざと聞こえるように返された言葉に私は悲しくなった。あんたなんかがいたら恥ずかしいからとっとと引っ込んでよ。鋭く言い放ったもみじの言葉にその場にいた全員が凍りつく。恥ずかしいのはあなたの方よ、もみじさん。あ？もみじは何を言われたのか理解できない様子だった。もみじさんはこの方が誰だかご存じないの？明かされる事実にもみじは驚愕することになる。私は浅見ゆき、45歳、服飾関係のデザイナーをしている。49歳の夫春彦と18歳の娘もみじとの3人暮らし。交際を始める前に夫は自分がバツイチで子供がいることを告白。初婚となる私は夫と深い関係になることに戸惑った。まだ若かった私に幼い子供の母親になる覚悟なんてなかった。だけど真面目で一生懸命でまっすぐに私に愛を伝えてくれる夫に惹かれている自覚もある。無理にもみじの母親になる必要はない。ただ僕のそばにいてほしい。その思いを拒むことはできず、13年前、もみじが5歳になったばかりの時に夫と結婚した。もみじの母親はもみじが3歳の時に突然家を出たと聞いている。30歳の時に起業した夫の当時の秘書がもみじの母親だ。若かった2人はお酒が入った勢いで一度だけ関係を持った。その後妊娠が発覚し結婚したものの、2人の生活はすれ違った。経営は順調で羽振りが良かった反面、家庭を顧みる時間はなかった夫。自由に使えるお金はあるものの、愛情に飢えていた前妻はもみじを置いて豪遊。最終的にはまとまったお金を持って家を出たらしい。夫との結婚生活は順調だった。お互いに多忙ですれ違うことも多かったが、もみじの様子は夫に毎日伝えた。保育園で何をして、どんな歌を歌って、誰と遊んだのか。日に日にもみじはたくさんのことを話してくれるようになった。母親になると気を張りすぎず、もみじにとって信頼できる大人になろう。そうしてもみじと接しているうちに甘えたり反抗したり、本当の親子のようになっていった。しかしもみじが小学校に上がった頃、少し事件が起きる。なんでゆきさんは私のママじゃないの？突然の言葉にドキリとした。ママって呼ばないのは変だって言われた。だってママじゃないもんって言ったら、ママじゃない人と一緒に暮らすなんて変だって。そう言って泣きじゃくるもみじの背中を私は必死にさする。もみじも分かっていると思うけど、パパとユキは結婚した。だからユキはもみじのママなんだよ。その言葉を聞いてもみじは激しく首を横に振る。違う、ユキさんのことは大好きだけどママじゃない。私のママは
それ以上の言葉は続かなかった。子供にとって母親の存在はこんなにも大きいのかと驚かずにはいられない。そうだね、もみじを産んだママはユキじゃないね。だけど今もみじのそばにいてくれるのはユキだよ。ブンブンと首を振り続けるもみじに夫は優しく続けた。もみじにはお母さんが二人いるんだよ。産んでくれたママも育ててくれるユキも二人とももみじのお母さんなんだよ。二人とも？横に座り背中をさすっていた私の顔をじっと見上げてくる。そうよ、私はもみじちゃんからママを奪うつもりなんてないわ。ただ私ももみじちゃんのことが大好きだから何でも力になる。大きくうなずいた私の胸にもみじは顔をうずめてありがとうと言った。精一杯伝えた愛はどうやらきちんと届いたらしい。それからもみじは私のことをお母さんと呼ぶようになった。しかし小学校も高学年になってくると少しずつ私たちの関係が変化していった。お母さん、この問題わからないから教えて。宿題をしていたもみじはたびたび私にそう話しかける。だけど高校を出てすぐにデザインの専門学校に進んだ私は勉強が得意ではない。小学校の問題くらいはとなんとか食らいついていたが、国語や算数ならまだしも理科や社会となるとわからないことも増えてきた。ごめんなさいと謝るとモミジは決まって私をバカにするようになった。なんだ、わからないのか。そっか、お母さん大学行ってないもんね。ごめんごめん。その言葉が胸にチクリと刺さる。最近のモミジは反抗期なのか言葉にトゲがあることが多い。もし血のつながった本当の親子だったなら叱りつけることもできたのかもしれない。だけど嫌われたくないという保身も手伝い、私はモミジに強く注意することはできなかった。ある晩3人でご飯を食べていた時にモミジが夫に聞いた。ねえパパ、パパはどこの大学出たの？俺は A 大学の経済学部だよ。え、すごい、超難関校じゃん。途端に興奮しキャーキャーと盛り上がるモミジと娘に褒められてまんざらでもなさそうな夫。少し前までなら微笑ましい親子の姿だと見ていられたけれど、今の私はいたたまれなかった。劣等感を刺激されているような不快感があり、食器を片付けるのを口実に席を立った。私の背中を追うようにしてもみじの少し小さくした声が聞こえてくる。じゃあママは？え？パパの秘書やるくらいなんだからママだって大学出てるんでしょ？屈託なくそういうもみじに私の胸ははち切れそうだった。どんなに私が愛情を注いでもママには勝てないのだと寂しくなった。夫は私を気遣うように小声で、ママも一緒の大学だったと思うよと答える。すごい、じゃあ私が勉強できるのはパパとママのおかげだね。そうはしゃぐもみじを夫は抑えることができなかった。私が高卒であることにコンプレックスを抱いていると知っている夫は私に謝罪した。なんかごめん。その言葉が余計に私の心をえぐる。時には優しさは罪だ。謝らないで。謝られるともっと惨めになる。ついトゲのある言い方をしてしまった。そうよ、こんなことで謝ったら考察が悪いみたいじゃない。援護射撃のつもりのもみじの言葉すら耳を塞ぎたくなる。別に考察が悪いとは思わないけど、やっぱり私は大学に行きたいな。それからもみじは
大学について夫を質問攻めにした。夫は私に気を配りながらも娘とソファーで談笑していた。私はキッチンで一人ため息をつく。別に誰も悪くない。大学に行かず専門学校に進学したことへの後悔は全くなかった。そのおかげで今の私があるんだと誇りにすら思っていた。夫と出会い結婚し、もみじと3人で暮らすこの生活に何も不満はない。余計なことを考えたくなくて、私は洗い物に集中する。綺麗になっていくお皿を見ていると、少しずつ自分の心も浄化されるような気になった。もみじは成長するにつれ、私への当たりが強くなっていった。高卒であることをバカにしたり、デザイン画をただの落書きだと罵ったり、私を認めてくれていないことが寂しくはあったけれど、仕方がないと諦めている自分もいた。どうせ私たちに血のつながりはない。継母なんてこんなものかもしれない。お互いに気を使いギスギスするより、ある意味あっけらかんとしていていいではないか。それに、もみじは現在反抗期真っただ中。実の親子だって難しい年頃だ。こうして減らず口を叩けるのは、ある意味信頼関係が築けている証拠なのかもしれない。私は無理やりそうやって自分を納得させた。家政婦のような扱いを受けている自覚はあったが、それほど不満ではなかった。夫が私の味方でいてくれたおかげだろう。もみじとの関係で悩んでない？何かあったら絶対に俺に言うんだよ。それが夫の口癖だった。大切な娘と愛する妻、その間に立つ精神的な負担は相当なものだろう。それでも夫は、俺が何とかするから、俺はユキの味方だからと寄り添ってくれる。そんなある時、夫が2週間海外出張に行くことになった。その2週間、もみじの態度は激変した。こんなお弁当持っていけっていうの？作り直して。昨日着てた服まだ乾いてないんだけど、ちゃんと考えて洗濯してよ。毎日落書きと手芸だけできるなんて羨ましい。ちょっとは働いてよ。と上げ始めたらキリがないほどの暴言。その一つ一つは子供のわがままレベルの可愛いものだ。だけどずっとそんな言葉を浴びせられ、私は自尊心をズタズタに傷つけられていた。特に仕事に関する文句を言われるとやるせない。私だって遊んでいるわけではないと喉元まで出かかる。もみじのために何かをするということが嫌になり、どうせまた文句を言われるならと、ある時夕飯の準備をしなかった。どういうこと？私がどうなってもいいの？今日は仕事でバタバタしていて。もみじももう高校生でしょ。買ってくるなり作るなり自分ですればいいじゃない。いつになく冷たく言い放つ私に、もみじは肩を震わせて怒った。何その態度。私がパパに言えばどうなるか分かってるの？ヒステリックに怒鳴る声が頭をつんざくように響く。なんでパパがあんたなんかと結婚したのか理解できない。パパは私の味方なの。あんたより私の方が愛されてるの。あんたなんかこの家から追い出してやるから。もみじの剣幕に毛をされながらも、私は納得した。もみじは寂しいのだ。夫が私に優しくすることに嫉妬し、自分がないがしろにされているように感じていたのだろう。そんなわけないのに。夫も私もこんなにもみじを愛しているのに、伝わらない思いがもどかしい。思春期をこじらせたもみじに何と言えば分かってもらえるんだろうか。翌朝、頭を悩ませほとんど眠れなかった私に、もみじはすっきりとした顔で、おはようと挨拶してきた。
コーヒー入れたよ。謝罪の言葉はなかったけれど、それが精一杯のもみじの情報なのだと思うと愛おしかった。生意気な口を聞いてもまだ高校生、素直に謝るのは恥ずかしいから代わりにコーヒーを入れるなんて、まだまだ可愛いところもあるものだ。売り言葉に買い言葉、ちょっとした親子喧嘩だ。そんなに気をもむことはない。その時の私はそう信じて疑わなかった。それから月日が経ち、もみじは念願叶い大学に進学した。政財界御用達のいわゆるお嬢様学校、セレブリティな学校にもみじは大はしゃぎだった。パパが社長で本当によかった。パパありがとう。ぎゅーっと抱きついてくる娘に夫は鼻の下を伸ばしていた。たくさんのことを経験してたくさんのことを学ぶんだぞ。そういった夫の顔が父の顔であることに私は少し焦る。私はもみじの母に慣れているのか、いまだに少し年の離れたお姉さんじゃないだろうか。いや、もしかしたら今は手よく使える家政婦かもしれない。そう考えて慌てて首を横に振る。もみじにとって頼れる大人になれているならそれで十分だ。私はそう自分に言い聞かせる。大学に入学した頃からもみじはよくホームパーティーを開くようになる。なんか恥ずかしいから二人とも留守にしてたよね。そのもみじの言葉には納得できた。私にも経験がある。この年頃特有のものだろうと夫も私も大して気にしていなかった。親の目を盗んで羽目を外しすぎるタイプでもないし、周りの友人たちもみんな上品で育ちのいい子ばかりのようだ。夫と私はお互い仕事がなければ久しぶりにデートができるチャンスでもあり、親子ともに楽しい時間を過ごしていた。そんなある日、もみじが真剣な顔で私に言った。今度のパーティーはお母さんにも準備を手伝ってほしいんだけど。特に仕事の予定もなかったため私は快諾。もみじに頼ってもらえたことが単純に嬉しかった。パーティー当日は朝からバタバタ、料理や飾り付けなど慣れない作業に少し戸惑ったが、もみじと二人で過ごす時間は幸せだった。もみじが小さい頃はこうして一緒におままごとで遊んだなと思わず笑みがこぼれる。ちょっとお母さん、笑ってないで手を動かしてよ。間に合わなかったら恥かくことになるんだからね。そう言われて慌てて私は作業に戻る。すべての準備が整った頃、タイミングを計ったかのように次々とゲストが到着した。玄関で出迎えた私の顔を見て一人のゲストが、え、あなたは、と驚く。私もどこかで会ったことがあるような気がするなと思いながら決まり文句を述べる。ようこそ、どうぞ楽しんでいってください。パーティーは大いに盛り上がっていた。飲み物を出すのが追いつかず私がもたもたしていると、ちょっとまだ？グラスが空なんだけど、と声が飛んでくる。もみじはおしゃべりに忙しく、補充も片付けも私一人で行っていた。さすがにあれもこれもは間に合わず、もみじに手伝うように頼む。なんで私が？私はホストなのよ。ここを離れるわけにはいかないの。どうせ家で落書きしたりミシン触ってるだけでしょ。ちょっとは役に立ってよ。その言葉にゲストたちがざわつく。私はお騒がせしましたと謝りながらキッチンへと向かう。あの人にこんなことして平気？何が？奴隷ババアよ。わざと聞こえるように返された言葉に私は悲しくなった。追い出すと言われたあの日からもみじはずっと私のことを恨んでいたのか。思春期だからとか反抗期だからとか
いろんな理由をつけて目を伏せてきたけれど、もう自分を騙すことはできない。あんたなんかがいたら恥ずかしいから、とっとと引っ込んでてよ。鋭く言い放ったもみじの言葉に、その場にいた全員が凍りつく。恥ずかしいのはあなたの方よ、もみじさん。静かに口を開いたのは、玄関で私のことを知っている風だったお嬢さんだ。え？もみじは何を言われたのか理解できない様子だった。もみじさんは、この方が誰だかご存じないの？静かだが、威厳のある、よく通る声だ。あの、浅見ゆきさんですよね。その言葉に、ゲストみんなが驚きの声を上げる。はい、そうですが。そう答えると、一層ゲストたちが騒ぎ始めた。やっぱり、いつも母がお世話になっております。私、深沢明子の娘、夏美と言います。挨拶の仕草一つ一つに、育ちの良さを感じさせる。どうやったらこんなまっすぐな子に育つのだろう、と考えずにはいられない。あら、深沢さんの。こちらこそいつもお世話になってます。お母様には、いつもごひいきにしていただいて。どこかで見たことがあると思っていたら、乗客の顔に似ていたのだ。さすが親子。その言葉を皮切りに、ゲストたちは次々と名乗り始めた。みんな、ご両親が私のデザインを気に入り、ひいきにしてくれている人たちだった。もみじは談笑を始める私たちを、あっけに取られて見ていることしかできない。一体どういうこと？ちゃんと説明して！しびれを切らしたもみじのヒステリックな声が響き、あたりは一気にシーンとなった。みんな、私のお客様のご令嬢だったみたいなのよ。私が口を開くと、もみじはよりヒステリックに怒鳴る。客ってどういうこと？あんたが何を？やっぱりご存じないのね。あなたが奴隷と虐げていた方は、世界的にも有名なトップデザイナーよ。私の代わりに、夏美さんが答えた。そんなバカな！信じられないとつぶやきながら、わなわなと肩を震わせるもみじの顔から血の気が引いた。どうやら気づいたらしい。もみじが落書きだとバカにしていたのは、デザインが。もちろん、ミシンで遊んでいたわけではなく、真剣に服を作っていたのだ。どちらも立派な私の仕事。私が手がけたものは、セレブ御用達の有名ブランドが多く、パリコレでも注目を浴びた。だが、もみじは詳しいことは何も知らず、いや、知ろうともせず、趣味程度だと決めつけ、馬鹿にしてきたのだ。だが、自分から、私は数多くのブランドを手掛けるトップデザイナーだとは言いにくいし、もみじに仕事を馬鹿にされることには慣れていたので、特に説明はしていなかった。そんな、まさか！言葉にならない声を発し、もみじは膝から崩れ落ちた。もみじさん、前々から思っていたのだけれど、あなたには品がなさすぎるわ。今日のことではっきりしました。人のことを尊敬できないあなたは、私たちとは相入れない。金輪際関わらないで。夏美さんの言葉に周りも賛同し、もみじはあっという間に孤立した。不憫に思う気持ちもあったが、自業自得だと少し清々したのも事実だ。ゆきさん、仕事の話を聞かせていただけないかしら。世界的に活躍する方の話を直に聞けるチャンスなんてなかなかないんですもの。そう言われて驚いた。表舞台に駆り出されることは苦手だったが、みんなに私もと言われると悪い気はしない。私を取り囲むように話し始めた彼女たちの所作は、すべてが美しく、こんな人たちに似合う服を作りたいと心から思った。同時に、もみじもこんな風に人と接することができればと思わずにはいられない。もみじはそれ以来一切口を開かなかった。というより、さすがに気まずかったのか、静かに部屋に戻っていった。その姿は確認したが、
声はかけなかった。奴隷ババアと言われてまでモミジをフォローするほどお人よしではない。私にも心があるのだ。刃を向けられれば傷もつく。自分のした行いは必ずどこかで自分に返ってくる。今モミジは一人で一体何を思っているのだろう。そんなことを考えているうちに、パーティーは盛況のまま幕を閉じた。みんなが帰宅した後、私はモミジの部屋に向かった。ノックをしても反応がなかったため、入るわよと断り扉を開ける。モミジ、肩に置こうとした手を払いのけられる。なんでこんなことになるの？みんなして私をバカにして。被害妄想だ。誰もモミジをバカになんてしていない。一人でいた時間、そんなことを考えていたのかと悲しくなった。せっかくトロイあんたをみんなの前でバカにしてやろうと思ったのに、こんなのあんまりだわ。モミジの本心を聞いて私は驚いた。そう、今日に限って私に手伝わせたのはそれが目的だったの。頼ってもらえたなんて舞い上がった自分が恥ずかしい。まさか最初から私に恥をかかせることが目的だったなんて。皮肉なものね。思わず口をついて出た言葉にモミジは過剰に反応した。私が悪いって言うの？あなたのその人を貶めようとする態度が夏美さんたちと決別した理由よ。私は冷静に言う。同じ土俵に立って声を荒げたって仕方がない。こういう時は事実のみを淡々と伝えるに限る。何よそれ。大体あんたが最初から名の知れたデザイナーだって知ってたら、こんな計画は練らなかった。あんたのことただの奴隷だと思ってたのに。奴隷という言葉が胸に突き刺さる。さっきはみんなの前で少し調子に乗っただけかもしれないから多めに見ようかとも思ったけれど、今回は無理だ。モミジの本心であるとまざまざと突きつけられた。私なりに愛情を注いで接してきたつもりだし、最初はいい関係を築けていると思っていた。それがどこで間違ってこうなってしまったのか。みんなの前で恥をかけばさすがに居づらくなって家を出ていくと思ったのに。目的はそれだったのかと私は驚いた。以前追い出すと言われた日のことを思い出す。モミジは未だに父親の愛情に飢えているということか。あんたが世界的に有名なデザイナーだったなんて、なんでちゃんと言わなかったのよ。そんなこと自分の口からはなかなか言えないわ。あなたは私の仕事に興味を示さなかったし。そう答えるとモミジの勢いが一瞬収まった。図星だったのだろう。そうだ、モミジは最初から私のことなんて興味がなかった。ただ私が一人で仲良くやっているつもりになっていただけだ。私のことずっと腹の中でバカにしてたの？してない。強く否定する。私がモミジをバカにしたことなんて一度もない。蔑まれても私は絶対にモミジの味方でいる。夫と結婚した時に私はそう誓ったのだ。モミジは大好きなママに傷つけられた。だからその傷を癒してあげることが自分の使命なんだと言い聞かせてきた。そんなのただの綺麗事よ。さっきだって私をかばってはくれなかった。それを言われるとつらい。確かに私は夏美さんたちと談笑し、一緒になってモミジを存在に扱った。ごめんなさい。許さないわ。絶対に許さない。その言葉に私の中で何かがプツリと切れる。許さないってあなたが言うセリフ？自分でも驚くほど冷酷な声にモミジはひるむ。あなたは被害者なの？違うわよね。今日のことは全て自業自得よ。何を？言葉とは裏腹に
声には覇気がない。完全に怯えている。私の仕事をよく知りもしないで勝手に趣味程度だと決めつけたのも、人を奴隷だと見下し友人から愛想を尽かされたのも、すべて自分で蒔いた種よ。違うわ、あんたのせいよ。全部あんたが悪いの。私は悪くない。甘えるのもいい加減にして。ブンブンと首を横に振り、子供のように泣きじゃくるモミジを私は一喝。私は精一杯の愛情を持ってあなたに接してきた。それを邪険に扱ったのはあなた自身よ。違う違う。周りのせいばかりにしていないで、ちょっとは自分の行いを反省しなさい。ピシャリと言い放つと、モミジはきっと私を睨む。私は絶対に認めない。モミジはそう言って家を飛び出してしまった。その晩、モミジは帰ってこなかった。警察に相談した方がいいかと慌てる私に反し、もう成人しているからしばらく様子を見ようと夫は冷静な反応を示す。モミジと連絡が取れないまま1週間が経った。大学にも来ていないと夏美さんから連絡があり、いよいよ心配になった。まさか事故や事件に巻き込まれたのでは。そう思うといても立ってもいられなくなり、警察へ駆け込もうとした瞬間、けたたましく携帯が鳴り響いた。電話の相手は事務所のスタッフ。私の手がけたデザインに盗作疑惑があると騒ぎになっているというのだ。どういうこと？私は断じて盗作など行っていない。それに添付されていたのは何年も前にデザインしたものだ。なぜ今になってこんなことに。混乱する私に追い打ちをかけるように再び電話が鳴った。今度は夏美さんからだった。もみじに何かあったのかとすぐに電話に出る。落ち着いて聞いてください。今もみじさんを誘拐したとメッセージが来ました。え？携帯を持つ手が震える。ただそれがちょっと変で。どういうこと？先を流すと夏美さんはとても言いにくそうに口を開いた。差出人はもみじさん本人です。それのどこが変だというのか、犯人がもみじの携帯を使ってメッセージを送信しただけだろう。気になるのはなぜ宛先が夫や私ではなく夏美さんなのかということだ。変なのは犯人の要求で、ユキさんたちの離婚と盗作に関する謝罪を求めています。ため息混じりの夏美さんの言葉に私は笑いそうになった。なんてバカなことを。頭のいい子だと思っていたけれど買いかぶりだったのかもしれない。だから宛先が夏美さんだったのか。夫には知られたくないし、私には無視されると思ったのだろう。夏美さんに送れば夏美さんから私に連絡が行く。そうすると夏美さんの手前、私も動かざるを得ない。あまりに幼稚な計画だが、それくらいのことは考えたらしい。ユキさん、どうしましょう。夏美さんに問われて私は考える。そんなバカな要求を飲めるわけがない。そもそも本気でこんなことがまかり通ると思っているんだろうか。私に当たり散らすだけなら許せるが、ここまで人を巻き込んで騒ぎを起こしては見過ごすわけにはいかない。夏美さん、連絡ありがとう。あとはこっちで何とかするわ。巻き込んでしまってごめんなさいね。いえ、ユキさんは何も悪くありません。あの時私が言い過ぎてしまったからこんなことに。夏美さんは声を震わせた。自分の発言により人を傷つける可能性があることを知っている。その局面に立った時、悔い恥じることができる彼女は強い女性だ。そんなことないわ。決して夏美さんのせいなんかじゃない。大丈夫よ。私は精一杯夏美さんを慰める。こんな馬鹿げた親子喧嘩に彼女を巻き込んでしまったことが申し訳なかった。私も母のようにユキさんのデザインを着こなしたいと思ってるんです。
これからも応援してます。だからこんなデマに負けないでください。ありがとう。また今度希望のデザインを聞かせてくださいね。そう言って電話を切り、その後私はすぐに事務所に連絡し対応を指示した。まずは事務所のホームページに盗作疑惑に関してというコメントを掲載。世間を騒がせたことへの謝罪と、断じて盗作はしておらず完全なる誤解であること、そして発信者を突き止め名誉毀損で訴える旨を記載してもらった。それと可能ならば記者会見の場を用意してほしいとも伝えた。迷惑や心配をかけた人たちに自分の口で謝罪したかったからだ。ホームページにコメントがアップされると、すぐにもみじから電話がかかってきた。なんて単純な子だろう。あまりにも想像通りの展開に笑いが込み上げてくる。通話ボタンを押すと、もしもしという前にもみじの金切り声が飛んできた。どういうつもり？私がどうなっても構わないの？あら、元気そうでよかったわ。電話なんてしてきて大丈夫？誘拐犯は近くにいないの？畳みかけるように聞く私の言葉に、もみじは言葉に詰まる。大丈夫。あなたは何もされないわ。要求を飲まなかった時のことなんて何も言われてないもの。それは…それにしても変わった犯人ね。あなたを誘拐するなら普通目的はお金だと思うけど、私たちが離婚して一体誰が得をするのかしら。盗作疑惑なんてでっち上げてまで私を貶めて楽しいのかな。私はそこで一旦言葉を切り、目の前にある大きな扉を開けた。あら、拘束もされてないし見張りもいないみたいね。もみじ、無事でよかったわ。ソファーに座り携帯を握りしめていたもみじに直接声をかけ、終話ボタンを押す。なんであんたが。突然目の前に現れた私にもみじは心底驚く。 GPS、 あなたの携帯の電源が入ったから位置情報がつかめたの。もみじはハッとしてすでに通話の切れている携帯を見つめた。すぐに行ける範囲にいてくれて助かった。電話じゃ拉致が開かない。あなたのこの計画、穴だらけよ。勉強はできても頭の回転はさほど速くないようね。嫌味たっぷりに言う私をもみじはにらみつける。だけどそんなことで私はひるまない。さあ帰りましょうか。これから忙しくなるわ。私はもみじの腰を持ち半ば無理やりに立たせてから歩き出す。どういう意味？さっきまでの威勢を失い、もみじは恐る恐る私に尋ねた。こういう偽装誘拐、自作自演、どれくらいの罪になるのか、警察に行くべきなのか、私も詳しくわからないから事務所の顧問弁護士にこれからの対応を相談するのよ。待って、罪、警察、そんな。急に慌てるもみじに私は至極当然だと冷静に伝えた。少なくとも私の盗作疑惑は名誉毀損罪、れっきとした犯罪よ。本気で娘を訴える気？信じられないと騒ぐもみじに私はピシャリと言い放つ。信じられないのは私の方よ。こんなことまでして私を貶めるなんて。ちょっとした子供のいたずらじゃない。ふざけないで。どれだけの人に迷惑をかけたと思ってるの。私の勢いに負けもみじは黙る。あなたのついた嘘は実際に世間を騒がせてるの。事務所のスタッフはしなくてもいい対応に追われたし、夏美さんにも心配をかけた。クライアントにもエンドユーザーにも多大な迷惑がかかってるのよ。ことの重大さに気づいたようにもみじは息を呑み目を伏せた。だけどもうなかったことにはできない。あなたはもう立派な成人よ。自分のしたことには責任を取ってもらうわ。そんな、お願い、許して。
私のことが気に入らないのは仕方ない。甘んじて受け入れるわ。でも今回のことは許されない。もちろん春彦さんにも報告します。きっぱりと言った私の言葉にもみじは膝から崩れ落ちた。その晩、私はすべてを夫に話した。もみじが私を奴隷だと蔑んだことも、誘拐を装って離婚を迫ったことも。夫はその事実にショックを隠しきれない様子だった。盗作疑惑に関しては事実無根であり、信じた人も少なかったため、消化の方向に進んでいることも伝えた。どうしてそんなことに。頭を抱える夫の姿を見て私も後悔した。もっと早くに私が相談していれば、ここまでの事態にはならなかったかもしれない。そもそも私がもみじとの関係をきちんと築けていれば。ごめんなさい。口をついた言葉に夫は当てて私を見る。なんで君が謝るんだ。君は被害者だよ。俺がもっと早く気づいてあげていれば。本当に申し訳ない。私も夫もただの反抗期だろうと甘く見ていたところがあった。それが全ての元凶だったのかもしれない。もみじを名誉毀損で訴えよう。そんな、あれは懲らしめるために言っただけで本当に訴えるつもりはないわ。それに誰も信じてなかったから実害はほとんどなかったのよ。それは結果論だよ。もみじのやったことは許されることじゃない。その通りだ。迷惑を被ったのは私だけではない。事務所、クライアント、エンドユーザー、関係する様々な人を巻き込んだ。もみじはもう成人だ。いたずらじゃ済まされないことを理解させるしかない。その決意は固いようだった。父として娘に真っ当な人生を歩んでほしいのだろう。しかしこのやり方で夫の深い愛情がもみじに伝わるだろうか。一抹の不安はあったものの、私は夫に任せることにした。翌朝、夫は静かに口を開いた。もみじ、お前はユキの事務所から名誉毀損で訴えられる。嘘、パパがそんなことさせないわよね。私を守ってくれるんでしょ。夫はもみじの言葉に首を横に振る。残念だけど、犯罪者をかばうことはできない。ちゃんと罪を償うんだ。なんで？私はパパの娘だよ。私が大事じゃないの？どうなってもいいの？そんなわけないだろう。もみじが大事な娘だから、きちんと罪を償ってほしいんじゃないか。伝わらない思いに憤り、夫は声を荒げる。わからない。わかんない。わかんない。狂ったように首を振り続けるもみじを夫は優しく抱きしめた。もみじ、お前はたくさんの人に迷惑をかけたんだよ。それは償わなければならない。夫は優しく諭すも、もみじには伝わらない。罪って何？ちょっとした冗談じゃない。ふざけるな。夫の怒号にもみじの肩がびくりと震える。冗談で済まされることじゃないことくらいお前だって分かっているだろう。悪いのは私じゃない。あんたが全部悪いのよ。もみじは私につかみかかろうとする。あんたさえいなければ、パパも友達も私のことを見てくれていたのに。いい加減にしなさい。夫の一喝にもみじは膝から崩れ落ちた。どうして、どうしてこんなことに。いたずらが過ぎたの。春彦さんはちゃんとあなたを愛してくれていた。こんなことをしなくてもあなたはちゃんと愛情をもらっていたのに。うるさい。あんたに私の何がわかるの。わからないわ。わかりたくもない。すべて周りのせいにして人の気持ちを踏みにじって、こんな子供じみたことをするあなたの気持ちなんてわからない。私の剣幕にもみじがひるむのがわかった。もっと前にこうして腹を割って話していたら違った結果があっただろうか。でも後悔してももう遅い。これから最善を尽くすしかない。今までみたいに
私だけに怒りを向けていればよかったのに。どうして盗作疑惑なんて世間を巻き込むほどの大嘘をついたの？あんたがパパにかばわれてるから、パパでもかばいきれない事件を起こすしかないと思って。私が犯罪者になれば春彦さんが突き放すと？こくりとうなずくもみじ。なめられたものだ。夫婦の絆とはそんなものじゃない。思い通りにいかなくて残念だったわね。もう少し春彦さんの愛情を信じていればこんなことにはならなかったのに。がくりとうなだれるもみじに私はかける言葉がなかった。もみじ、俺たちは家族だ。罪を認めて償いさえすればまたやり直せる。差し伸べた夫の手をもみじはパチンと払いのけた。嫌よ、訴えられるなんて絶対に嫌。父親なら何とかしなさいよ。この後に及んでまだ罪を認めないもみじに夫は悲しそうな目を向けた。わかった、それならお前を感動するよ。静かに告げられた言葉にもみじも私も驚きを隠せない。出て行ってくれ。罪を償わない奴を置いておくつもりはない。静かだが怒りに満ちた声には有無を言わせない迫力があった。一歩も動けずにいるもみじに夫は追い打ちをかける。聞こえなかったのか、早く出て行け。ごめんなさい、許して、お願い。今さらもう遅い、お前はもう俺の娘じゃない。夫は冷たく言い放ち、もみじを家の外に追い出してそのまま扉を閉めてしまった。しばらくの間は玄関の扉にすがりついて、ごめんなさい、許してとつぶやいていたもみじだが、いよいよ扉が開かないと理解したのか、黙って立ち去っていく姿が窓から確認できた。その後私は何度かもみじに電話をかけたが、コール音すら鳴らず、着信拒否されたのだろうと思い当たる。夫の電話を使っても結果は同様。夫は大学の退学手続きをし、私の事務所名義でもみじを名誉毀損として訴えた。ほどなくしてもみじを夜のお店で見かけたという情報をつかんだが、その直後うちに借金取りから電話がかかってきた。もみじはお店で働くためのドレスや小物一式を揃えるのに借金をしたらしい。どうせ簡単に返せると思っていたのだろう。だが思うように給料がもらえず、もみじは私たちに借金を肩代わりさせようとしたのだ。相変わらず浅はかな。夫は怒りに震え、もみじを待ち伏せ、感動の親子の再会になるわけもなく、もみじはこっぴどく叱られた。名誉毀損で訴えた分の賠償金支払いと立て替えた借金を返済させるために、もみじには近所のコンビニでバイトをしてもらった。しかし接客業は理不尽な扱いを受けることも多く、もみじはその度にトラブルを起こして転職を繰り返す。バイト代が底をつき返済が滞っていることを指摘した直後、もみじは逮捕された。なんと複数人の男性から金銭を騙し取ったらしい。さすがにかばいきれない、今回はきっちり罪を償ってもらおう。もみじは常習性もあったため実刑が下り、今は塀の中で生活をしている。私はというと、盗作疑惑のおかげで名前が世間一般に知れ渡り依頼が殺到。怪我の功名とはこのことだ。職を失うかもしれないと覚悟していた私は、忙しい日々を送れることに感謝している。夏美さんのご両親をはじめ、今まで贔屓にしてくれていた人たちが引き続き応援してくれたおかげだ。ゆきさんがデザインしたウェディングドレスが着られるなんて夢みたいです。私こそ夏美さんのドレスをデザインできるなんて光栄だわ。大学時代から交際していた人と結婚が決まったから、ウェディングドレスをデザインしてほしいと夏美さんから連絡が来た時には驚いた。
春彦さんの会社も安泰で、今は後継者を育てるのに余念がないらしい。夫婦関係も良好で、周りからはおしどり夫婦として羨ましがられている。今は現役を引退した後、世界一周旅行でも行こうかと計画を立てているところだ。これからも夫と肩を並べて仲良く歩いていこう。